はいどうも、お疲れ様です。ポイントライフ、頑張ってますかあの、モッピーっていうポイントサイトをね、私はよく勧めてますけども、モッピーのポイントの取り方には、一般会員とゴールド会員っていうのがあるんですよね。で、ゴールド会員になってからこそ、ポイントってのは、加速度的に貯まることになります。で、私もね、 最近このゴールド会員に挑戦し始めたんですよ今年の夏ぐらいですけどもでいくつか条件がありましてそれを本日クリアして2024年の1月1日からゴールド会員になるってことなんで、まあ、割と簡単に成立したなと思ってるんですよでゴールド会員の条件なんですけども広告タイプ A を取得すること広告タイプ B を取得することそして1万ポイントをまあ設けることっていう3つの条件があるんですよね これをクリアするとゴールド会員になりますじゃあ広告会員承認ってのはどういうことなのかなってことなんですけどもこのハテナのところを、ね、押すと分かってくるようになるんですよまあ1万ポイントは1万ポイントだから簡単ですよねそのまんまの意味ですはいじゃあ広告タイプ A ですけども広告詳細ページのポイントがまる p と表記されている広告をやったらいいですよってことなんですね例としては5000ポイントって書いてるやつは広告タイプ A ってことになりますね これは簡単に取れます。私が今回挑戦して、ちょっと一手間かかったのが、こちら、広告タイプ B なんですよ。広告タイプ B っていうのは、5000ポイントみたいに書かれてるんじゃなくて、何パーセントポイントって書いてるでしょね、購入金額の1.0%収益ですよって書かれてますよね。で、これをね、私は長いことね、気づいてなかったんですよ。じゃあどうやってクリアしたかっていうと、モッピーから、 ヤフーショッピングサイトなどを通じて商品を買うと1%とか2%モッピーポイントで還元されますよっていうのがあるんですよ楽天でもいいですけどもねまあヤフーの方がいいでしょうそれを使って先月えっ、ー、と6ポイント6%ポイントもらったんですよね 6, 6ポイント6%ポイントまあ多分ね安いね電池かなんか買ったんですよヤフーを通じてえっ、ー、と正確に言うと モッピーを通じてヤフーのショッピングサイトを通じて商品を買ったんですよねそうするとキャッシュバックポイントが1%とかついてましたけどもそれが6ポイント今日はついてました6ポイントですたった6円分ですこの6円分が別に1円分でもいいんですよとにかくそれを通じてやることパーセントでバックしますよっていうのをやることによって戻ってくるんですよだからねおそらくこれはね買い物もしてくださいよってことなんですよ 普段は無料で色々エントリーしてお金だけもらうっていうパターンでしょこれが広告 A なんですけども、この広告 B っていうのはショッピングサイトを通じてお買い物をしてくださいよってことなんですよ。だからリポビタン D みたいなのも大塚製薬からね、キャッシュバックポイントでありますけども、あれもいいかもしれないですよね。私の場合は Yahoo って書いてたんで Yahoo で買い物をしました。そうすると Yahoo のバックポイント、PayPay ペペももらえて、こちらの6% じゃないや、6ポイントですかの、うん、モッピーポイントをもらえて、さらに広告タイプ B もクリアなんで、これあの、加減がないですから、もう少しでも使えば OK なんで。だからゴールドになったってことです。じゃあゴールドになったらどういう世界が待ってるかというと、ランクボーナスが毎月15%もらえるということで、儲かりますね。そして交換をするポイントの時の手数料がついにかからなくなるんですよ。ねえ。あ毎月1回ですか。うん。 だから、ゴールドになるとやっとね、こういった手数料もかからないし、ボーナスは15%だし、ウハウハだってことです。はい。結構条件簡単にいきますんで、ぜひ目指してほしいと思います。それでは。